はい、こんちはい、こんちいや今回はですね、はいはいはい、ヘリケンショー第2弾ということで、はい、やっていきたいと思うんですけども、はい、まあ、前回ね、ヘリのレジェンドの動画出したんですけど、あれのね、まあ、反響じゃないんですけど、コメント欄にね、まあ、検証やった時にダメージが違ったりとか、あとは当たり判定が、ヘリのプロペラ僕らやった時は当たってたんですけど、リソースが入ってそれが改善されたんじゃないかみたいな感じのコメントを結構いただいたんで、まあ、再度ね、ヘリのね、検証していこうかなということで、今回ね、3つ検証して、FHJ のダメージですね、ダメージ検証、まあ3発耐えますよっていうコメント欄にあったんで、それの検証と、あとヘリの当たり判定ですね、純粋にプロペラの部分が抜けるようになってるのかっていう判定と、あとはヘリに乗ってる時に人が外から銃で撃たれた時にどれだけの判定の違いがあるのかっていうのをね、検証したんで、ぜひね、最後まで見てくださいということで、はい、僕らのチャンネルではね、検証系の動画を中心にいろいろな動画出してるんで、チャンネル登録まだの方はぜひ登録していただいて、他の動画も見てくださいということで、はい、それでは行きましょう。Let's go。 はい、ということで、まず当たり判定の方からね、早速順番に見ていこうかなと思います。はい、まずは従来のヘリからね、まあ多分これに関してはね、前回やってるんでね、まあ変わんないと思うんですよ、正直。こっちは変わんなそうやね。こっちは多分変わんない。ああ、いや、なんかちょっと変わってそうな、変わってないか。あ、変わってないな。良さそう。変わりませんね、これに関しては。OK。新しいやつが、なんか変わったみたいな感じの噂がね、ちょっと流れてるんで。うん。そこが見れればなっていう感じなんだけど。うん。そうだね。これは前回ね、やってるから、変わんないね。うん、変わんない変わんない。安心安心。はい、変わりません。じゃあこっち。こっちはね、前羽が当たったのが、羽がね、多分当たらなくならないってことないと思うんだけど、これ当たると思うんだけどね、普通。うん。抜けてない？抜けてる！マジで？嘘や！すげえ！マジか！マジか！抜けるようになってんじゃん！めっちゃ強化入ってるやん。ねえ。まあ、そりゃそうだわな。いや、付け根の部分は当たるな、でも。なるほどね。うん。なるほどね。ここぐらいまで当たるって感じだね。うん。まあ、こっちの翼もね、同じぐらいだね。この付け根部分まではね、まあ、当たり判定なくなったね。すげえ。すごいね。あー、足の部分もだいぶないわ。あ、ほんと？前先端だったのが、ちょっと中ぐらいまで入らないと。いやー、なるほどね。ああ、強化入ったね、これは。ああ、全然違うね、ケツも。小さくなってる。小さくなってんね。いいね。まあ、変わらないとこは変わんないかな、でも。変わったとこと変わんないとことって感じね。そうだね。まあ、そうだね。でも、大幅に結構強化入ってるかなって感じですかね、当たり判定に関しては。うん、はい、といった感じですね。よかったよかったね。羽これ打ってみ、やべえよ。ほんとだ、抜けとる。やばない、抜けとる。あー、やばいよな。はい、お次は当たり判定ということで、まあヘリの当たり判定ってよりかは、乗車した時のね、人がどれだけどの角度から当たるかっていうのをね、検証していきたいと思います。おい、まず正面からね。ああ、これ全然当たるわ。ああ、割と人型だな。正面はね、割と人型ですね。あ、ほんと？うん。で、これ多分背中だから、この後ろ。ああ。ああ、でも、割と正確な判定だぞ、これ。あ、ほんと？うん。人型なんだ。ああ、そうだね。割と正確だわ。なるほど。うん。ここのね、窓枠より下はね、判定がないから当たんないんだけど、窓枠に入ってる人型はね、うん、全然当たるね、これは。なるほどね。はい。といった感じですね。で、お次はこっちのね、従来のヘリ。こっちの方がね、窓がちょっと大きい感じするから、割と当たり判定でかそうだよね。
あ、でかそう。これさ、横こんな空いてたっけ？うん、空いてたんじゃないかな。なんかこうやってまじまじと見るとめっちゃ空いてるね。ね、なんか窓あった気がするけどね。はい、まず正面からね。はーい。まあそうだね、ヘリの窓じゃない部分はやっぱり抜けなかったりするかな。ああこれね、多分こっちの方が当たり判定でかいぞ。当たるかな。あー全然でかい、全然でかいわ。あーそうなんや、差別化されてるわやっぱレジェンドの方がね。なるほどね。いやー全然足まで当たるもんだってこっち。あー嘘、だいぶ触るな。そしたらだから横から撃つときでも全然もう当たるって感じだね。こっちに関しては、ね、腰から下がねもう見えないから当たんないんよ。あ当たんないんよ、ね、当たんない当たんない。あだからそう考えると乗ってる敵に関しては従来のヘリの方がねちょっとマイナス点があるね。なるほどね。レジェンドヘリの方がプラス要素があるかなって感じかな。あーそれでも大きいねすごい。いやだいぶでかいこれは。だいぶでかいね。こんな空いとったっけってぐらい空いてるもんな。うん空いてるね。ね。まあこの乗車してるね後ろの後部座席に関しては多分同じだと思うからここに関しては変わらないんだけど、うん、っていう感じですね。はいお次はね、まあ、ヘリの耐久ということで、ね、どうやらね視聴者さんから聞いたところなんかレジェンドヘリの方はね3発耐えるみたいな、通常のヘリが2発でみたいな感じだったんですよ、はいはい。で僕的には前検証した時はね2発で両方壊れたんじゃないかなと思うんだけど、もう1回再度ね、うん、検証しようということでやっていきたいと思います。じゃあ通常のヘリ乗ってもらってちゃんと狙った段階で33残ったから67やね。67ね。じゃあ降りてもらってもう1発で壊れるね。これはじゃあ壊れると思います。でこれが僕らね前動画で検証してるんですけど、距離によってのねダメージってのはね変わらなかった気がするんですよね確か。ちょっと明確に覚えてないんですけど、はい。ということで新しいレジェンドヘリの方のねダメージ見ていきたいと思います。はーい、しっかり狙ってドーン。同じなんだけど33。あマジか。67ダメージ。じゃあ一緒かもしれんな。全く一緒。じゃあ降りてもらって、あ2発ですね。まあ多分その視聴者の方が言ってたのはおそらくスキクラスがリミッターじゃないですかね。さすがに67食らったら2発だよな。そうだね。だからまあその多分実況者の方、別の方が検証してた時は3発残りました多分言ってたんで、その実況者の方のクラスがね、うん、おそらくねリフィッターだったんじゃないかなっていう感じですかね、はいはいはい。リフィッターだったら耐久だったりとかは確か変わるんで、うん、それで3発耐えるってなってたのかもしれないですね。前回ね僕らもリフィッター出た時に従来のヘリで検証してるんですけど、従来のヘリで検証すると 3発耐えてたんですよね確か。うん、1% 残って耐えてたんで、おそらくそういった感じかなっていう形ですかね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。はい。まあ、いろいろ検証させていただいたんですけど、まあ、ヘリのね、当たり判定に関しては、プロペラが抜けるように、変更が かかったよっていう感じなのと、あと乗ってる時のね、ヘリの人の当たり判定ですね。人の当たり判定に関しては、まあ、前回ね、検証してなかったんで、まあ、細かく検証しようかなって感じで今回検証させていただいたんですけど、はい。まあ、それに関しては、レジェンドヘリの方が有利だなっていう、下半身が当たり判定ないんで、かなり有利だね。そう、従来のヘリはね、全体が当たるんで、横から撃たれたらね、確実に人は抜けますかね。なんで、レジェンドヘリは、それが下半身抜けてないんで、上半身に撃たないと、窓枠のところしか当たらないっていう感じなんでね。まあ、その点だけ有利かなっていう形ですかね。うん。で、ロケットランチャー、FHJ ですね。FHJ のダメージ検証に関しては、僕らが近距離でやって、ロックを最後まで、赤ゲージまで溜めた時に撃った状態では、ちゃんと67ダメージなんで、各2発なんですよね。2発で両方とも壊れたんですけど、1回ね、50メートルで距離離してみたときに、緑のゲージですね、ちゃんとロックがかかってない状態で FHJ 撃ったときに、1回だけ18ダメージっていうダメージが入ったんですよ。それに関しては、当たりどころなのか、タイミングなのか、2回3回ね、50メートル離れて、また緑ゲージのときに撃ってってやったんですけど、その時は67ダメージちゃんと入ってるんで、1回だけなんですよね。何十回撃ったうちの1回だけ18ダメージってことがあって、
ったんで、バグなのか当たりどころなのかによって三角になる可能性もあるかなっていう感じですね。僕らではね、動画の中でリフィッターじゃないですかねみたいな、リフィッターだったら3発耐えますよってお話したんですけど、リフィッターでもね3発耐えるとは思うんですけど、おそらくそのバグで1発ダメージがちょっと18ダメージとか67ダメージ入ってない時は3発耐えると思うんで、まあそういった感じの結果になりましたかね、僕らの検証では。そうですね、はい、といった感じでこの動画がね参考になったという方はぜひ高評価の方を押していただけるとね、僕らのね動画に対するモチベーションっていうのはめちゃくちゃ上がりますんで、ぜひお願いしますということで、はい、今回の動画はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、はい。